イタリ学館高等学校は愛知県名古屋市東区井幸い南2丁目にある私立高等学校である。1905年に創立した中京裁法女学校をルーツとする学校で女子校としての歴史が長かったが2005年より教学化し同時に校名を現在のイタリ学館高等学校に改めた。見学の精神である IC 歌す人づくりのもと、 自ら学び自らの長所や可能性を伸ばすとともに、他者を認めて、互いに協力して、物事を達成していくことのできる人材の育成を目指している。スポーツに力を入れる学校で、普通科の中にスポーツサイエンスコースを設置しており、校内設備として、ジム等が整備されている。ドリームチェイサーは、同高校の校歌である。作詞作曲は、中日新聞論説委員の言いを歩み、 監修は、イタリ学館大学学長の谷岡育子。歌っているのは、清本律子。校歌としては珍しく、フォークソング調、ポップ調の旋律である。歌詞も、カシオペア、オリンポスといった横文字を交えた現代的な言葉遣いで書かれており、歌詞中には、イタリ学館の校名が一切出てこない。本来は、校歌として制作されたものではなく、飯尾が取材を通じて、 交流のあった女子レスリングの伊調姉妹と吉田沙織が2004年のアテネオリンピックでメダルを獲得したことを祝して制作されたものだった。その後2005年、中京女子大学附属高等学校が共学化する際、校歌が両妻建簿を基調にした歌詞だったため、共学校にふさわしいものをと模索していたところ、戦術の選手がイタリ学館大学出身だったことなどが契機となり、 この曲が高校関係者の目に留まり、同曲を効果にすることを決めている。歌詞のベースは、銀メダルに終わり失意のうちにあった、伊調千春を、同じくバレーボールでオリンピックを目指しながらも怪我で、断念、引退せざるを得なくなった親友から励まされて、再びレスリングを始めることを決意するというエピソードから、飯尾は、周りで支えてくれる人の大切さを込めたかったと、語っている。 2012年3月1日にアトンミュージックより CD 化された。歌うのはコキアで定価1260円。初版は5万枚生産された。制作費を除いた売り上げは同高校の設備費などに充てるものの、その一部を東日本大震災に被災した際、両親を亡くした孤児に寄付された。運動部分株部その他コーチは中日ドラゴンズの本拠地名古屋ドームから 数百メートルしか離れておらず、両者の間には駐車場、空き地が広がっていることから、互いに見通すことができる。ありがとうございます。